私の名前は落語家の三流亭元楽。夢は先代を超えることなのだが、困ったことが起きた。先日女性へのストーカー行為がバレ、裁判沙汰になってしまったんだ。何としても裁判に勝たなければ。被告人入廷しなさい。いや待ってました、師匠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 。先生席、先生に。ファンの方がいらっしゃってます。ファンの方がどうぞ。では1月24日のあなたの行動を詳しく話してください。はい、私はあの日いつものように寄席が終わりまして行きつけの蕎麦屋に行ったんですね。そこであの清美さんはアルバイトをしてるんですけどもね、その後いつものように一杯のかけそばを食べたわけなんです。かけそば、かけそばですってあなた。しますよ、伝統芸が。出るか出るか。ありがとうね。はい、ベージングよ。ベージングに。そしてその後お酒を少したしなんだんですけどもね。お酒ですって出ますよ。ありがとうね。ちょっとチャラチティ。あれうまいね、はっちゃん。はい、三流亭、三流亭。ベージング。そうダメだよ。クロミさんの家に押しかけたということですが、それが酔っ払ってしまって何も覚えてないんですよ。私にはね、責任能力がないんですよ。ですから師匠はそんなことするわけねえだろ。ああ、そうなんですよ。あの女がね、きっと適当なこと言ってね、私からお金を取ろうとしてだけなんですよ。それを言ってなかった。ああ、泣いちゃいましたよ、どうも。いやね、先代はね、どんな話でも面白おかしくやったもんですよ。あれじゃあ先代は超えられねえな。あれじゃあ先代は超えられねえな。超えられねえな。超えられねえな。裁判長、もう少し私本気で話していいでしょうか。師匠。昔から嘘も方便なんつう言葉はよく聞きますけども、ただいまの私の供述すべて真っ赤な嘘でございます。しょうがないでどうも。実はと言いますと、あの日私は清美たんのアルバイトが終わるのを見計らって清美たんの家までついていった。そして電気がついた、これを見計らって電話したわけですな。師匠、清美たんって言ってました。変な電話してきて、私が帰ったのなんでわかるんですか。警察呼びますよ、いい加減にないと。警察、何でそういうこと言うの。なんか気持ちが悪いです。おったもう、清美隊、今僕どこにいるかわかる、どこにいるかわかる、どこにいるって言うんですか。いい加減にしてください。清美隊、清美隊、開けてよ清美。どこまで撮ったんですか。これだけじゃないんだよ、清美たい。これ清美たいのパンティーだよ。ありがとうございますよ。